が穏やかに静まっている海岸沿いに数百年にわたり漁業生活を営んできた気仙沼市民および日本中の皆さんは、数時間後に襲ってくる大震災を想像もしなかったでしょう。今から1年半前、日本の東北地方の沿岸部を中心に発生した地震により巨大な津波が発生し、沿岸部の数十の市町村に寛大な被害をもたらし、数万人の尊い命を奪った。気仙沼市だけでも死者・行方不明者合わせて1400名ほどと報道されています。現在この地域では震災後の復興事業を行っている建物や住宅、車、そして漁船まで途中ぶつかるものすべてのものを跡形なく猛烈な勢いで押し潰していた大津波がどれほど悲惨な爪痕をもたらしたかを私たちが心苦しくニュースで見ていた。この大型漁船が津波によってまるでおもちゃのように押し流され、周辺にあった多くの家屋などを押しつぶしていたことを想像すると心が痛くなる。地域の人たちは陸に上がったまま止まったこの漁船を撤去するか、あるいは震災の爪痕を忘れないように記念としてこの地に残すかを未だに決めかねている状態であります。みな海岸から200メートル離れたところで閉じ詰まっているこの大型漁船を見ている。気仙沼市は日本の東北地方の沿岸部の多くの市町村のように津波で被災した市である。ここから海岸まで約200メートル離れているが、その大型漁船は津波でここまで押し流されてきている。気仙沼市は総人口約7万5000人の漁業の町である。大震災による死者・行方不明者は約1万9000人のうち、気仙沼市では約1400人が死亡・行方不明となっていると市長から聞いている。海岸周辺のこの地域は地盤沈下が激しいため、全体的に約75センチの高さで土盛りしなければいけないと話していた。それぐらいの高さで地盤沈下をしたということである。まず海岸沿いの防波堤を整備してから地面を平地にしなければならないという話をされていた。その後本格的な復興事業に着手するが、そのため今後も莫大な金額が必要であると話していました。これ獅子折というところなんですけどね、はい、はい、そうです、はい、うん、ここです。これは震災のあと3月28日ですけども、うん、今ほとんどこの建物ないんですよ、うん、解体してます、うん、でここに、1.8 メーターぐらいの土盛りをするんです、うん、日本の国はこう全部四方海に囲まれてるでしょ、うん、日本は、うん、全部海に囲まれている島ですから、日本列島っていう。でその島は結局山があって海がある。ここに加工場とかいろんなものがあって、これが津波の前の町ですよ。で
押し寄せる津波の力っていうのが、これが津波の後の自然の力ですから、ここ全部流されているっていうことでね。八代目漁師の川村さんは一瞬のうちに世界が変わったことが信じられなかったそうです。彼の漁船が津波で山の向こう側まで押し流されたと話していました。3月11日には、まず民宿建物の中で地震を感じたので、地震が収まってからそこの坂道まで降りてきてました。そこで津波がここに上がってここの建物を音を立てて潰して壊していくのをずっと見てました。直接うちに打ち上げる波と横からの波があったので、横から来る波の方が強くて、幸いに波は向こうに走ったんです。海が見えやすいようにもう一度切ってるんですが、もう一度切って海がよく見えるようにしたらいいんじゃないですかって常連のお客様から言われてたんですけど、震災の時この椿でうちの庭に津波が上がらなかった。この椿が津波を遮ってくれたので、もう二度と切りません。またなんとか船を入手して海には戻りたいと。海で生計を立てていた人々は漁業ばかりでなく塩も作り、農家の人たちへ売っていたそうです。凶作の時食べ物がなく塩をなめ飢えをしのぎ、周囲の消毒もし生きながらえたこともあります。戸田先生たちがモンゴルのゲルを気仙沼市に寄付したと聞いたことがあります。そのゲルを何のために使ったのですか？私は震災でみんな体育館に、大勢避難した。住むところはなかった。だからたまたまモンゴルからゲルを仮設に使ったらどうかという話を私の事務所へ電話をいただきまして、そしてすぐマグロの組合長に電話を入れました。そしたら気仙沼市長と相談してぜひともいただきたいというので私はモンゴルへ電話をして、そしてゲルを送ってもらって、そして私の東京の事務所へモンゴルの留学生が5人集まって、そして成田空港でゲルをトラックに積んで、そして一晩中この気仙沼へ運んできました。そしてモンゴルの留学生がゲルを建ててくれたんです。この件についてモンゴルの新聞で読んだことがあります。日本にゲルを支援物資として送ったことで、ここの方々が先生のおかげでモンゴルゲルについて詳しくなったことでしょう。ゲルは気仙沼の人はもちろん見たことはなかった。で、それを5つ建てて、
そして一つに、プール、仮設のプールお風呂を作って、そして、もう一つのゲルに、そこで女性や子供が服を脱いで、そしてこちらのゲルのお風呂に入った。非常に喜ばれた。そのゲルは今どこにありますか？そこは広いところにゲルを建てたもんだから、あとそこにたくさんの仮設住宅を建てました。そのために一旦現在は倉庫に入れてあります。先生は長年弁護士活動をしてきました。これは弁護士ということを証明するバッジですか？どういう人がもらえるんですか？何番を書いてありますか？これはこの裏に何か弁護士の番号も書いてあるんですか？この人がもらえるんですか？この後ろに、弁護士一人のために一つの番号があります。私の番号は11384です。それからぜひとも一つ言っておきたいんですが、私が赤ちゃんの時に、お尻に蒙古斑があったということを母から聞いております。私の先祖は蒙古です。戸田さんが蒙古斑協会の日本支部を作りたいと言ってましたが、どうしてですか？世界蒙古斑協会というものがあると聞いておりますが、モンゴルの大使から聞きましたが、ぜひとも世界蒙古斑協会の日本支部を東京に作りたいと思っております。蒙古斑協会の世界大会をウランバートルで開きたいと、このように思っております。面白いことですね。その大会にはペルーとか、それからハンガリーとか、世界から集まると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ここでモンゴル西部にあるウブス県ダブスト郡から採取した重さ1580キロの世界最大の岩塩を祀って神社にしてあります。今回巨大な岩塩を戸田氏及び吉崎誠貴氏たちが不幸な災害から見守ってもらう精神的な捧げ物となることを願い寄付したのです。岩塩が祀られるこの神社は気仙沼市の獅子折区にある金山のふもとにあります。金山では明治時代から金の採掘が行われ、最盛期には金の含有量 83%、 重さ 2.25kg のモンスターゴールドを最盛期に金の含有量 83%、 重さ 2.25kg のモンスターゴールドと呼ばれる金の塊を採掘し、世界中の注目を集めていた歴史があります。2005年に開催された愛知万博に展示し、東京で保管していた岩塩をどうしてここに寄付しようと思ったのですか？今までいろんな岩塩がたくさん帰ってきてた、買いに売ってください、したけど倉庫にずっと6年間しまっておいて、今回こちらに震災があってきて、日本は岩塩って塩は身を清める、いろいろと優待がある、して日本は人が死んでも焼き場が帰ってきたらたくさんもう清めて
塩、岩塩は人間の身体を清めると言われています。そういう意味で、吉崎さんが寄付した大きな岩塩がこの町を清めるのに貢献していると思いますか？これについて話してください。気仙沼との縁は、私の知り合いの先生で戸田仁氏がこの気仙沼の漁業協同組合をよく知ってて、そしてあの震災があってすぐゲル、モンゴルのゲルを5頭こちらに寄付しました。吉崎さん、その後岩塩を寄付したが、どうして岩塩神社にしたのですか？それはあのいろいろとこの気仙沼市は災害の時津波で1500名が亡くなってる。そしてその塩っていう岩塩は みんなの守る、これから災害のなんないようなあれで祀ったわけ。モンゴルから運ばれた大きな塊の岩塩はこの地域だけでなく全世界を震災から守る神とされることはモンゴルの私たちにもありがたいことです。日本人は震災では物質的に大きな損害を受けたけど、精神的にはまだ負けていません。まだまだ頑張ると言ってました。そう、あのしやっぱり火炎はみんなの気持ち、3億5000年前のものを触るだけでやっぱり身を清める、すごく役に立って、これからは気仙沼の市民、また近所の県民、日本の県民を全部あの慰めてくれましょう、火炎は。10月28日に獅子折金山新資料館の落成式と同時に金山神社のオープン式といった2つの大きなイベントが行われました。当イベントに気仙沼市の議会員、衆議院、市長をはじめ駐日モンゴル国全権特命大使閣下フレル・バートル氏、元モンゴル国会議員のセドワン・ツェック氏らが出席しました。日本人はモンゴルから送られた大きな岩塩が人々を被災から守り、復興のために役立つよう祈りつつ、子供から大人まで歌い踊り、いい一日となりました。岩塩を祀って展示しているということは、そのモンゴルのことを皆様に、皆さんの若い世代に紹介すること、理解していただくこと、今大変役に立つ、いい結果で出てきたと嬉しく思っている次第であります。私はできれば、今、太鼓をやっている子どもたちのそばとを見て大変感動して考えたのが、じゃあ今度モンゴルからモンゴルの子どもたち連れてきて、子どもたちの交流をこれからやったらいいな、意味があるなと、ぜひそれをやりたいと思っていました。日本人は常に感謝の気持ちを持ち、
働き者で正直な国民です。今行きます。はい、昔からこの地域の漁師たちが雄大な海に出て魚介類を大量に水揚げして浜人口の歌を歌いながら帰ってくる際、それを村中で喜んで迎え大きな祭りをしたそうです。これと同じく今後大草原からの贈り物である岩塩が浜人口の歌の一つのメロディーとして日本国民の心に響くことを願ってます。